横浜若葉台団地横浜若葉台団地は神奈川県住宅供給公社が横浜市朝日区若葉台に開発した計画人口2万5000人のモデル団地現在の居住者数は1万4386人中層及び高層の分譲及び賃貸の建物が74棟ある若葉台団地は団地を4つのブロックに区切り 若葉台1丁目から若葉台4丁目で構成されている。団地の東側に位置する若葉台1丁目、2丁目、及び西側に位置する若葉台4丁目は住宅専用地域で分譲住宅と医療設備がある。団地中央にある若葉台3丁目は商業地域と住宅との兼用区域であり、商業施設と賃貸住宅、分譲住宅がある。 若葉台団地のエリアは、もともと丘陵地帯であり、尾根、沢が入り組んだ地形の上に建設されている。この地形に合わせ、登場、盤上の建物が建てられている。建設が十数期にわたり、建設期ごとに外見、色が異なり、目を楽しませてくれる。板状の建物が平行に並ぶ、通常の団地の景色とは異なる。一部の管理組合の建物では、 大規模修繕工事の際に当初の色から変更している。住居表示は、長目建物番号部屋番号の形式である。そのため地盤と住居表示が異なる。当初、3LDK を中心に販売する予定だったが、第一期販売分で 4LDK の人気が高かったため、計画を変更し、4LDK の割合を増やした。歩道は、自転車用と歩行者用、緑と、 区分けされて整備されている。山地を切り開いた高低差の多い地形をうまく利用して自動車道と歩道、自転車道を立体交差させ、基本的に人と車は立体交差するようにできている。これにより横断歩道が極端に少なくなっている。大抜谷公園に面した4から26棟はビンテージビラ横浜と呼ばれる高齢者専用住宅となっており、 施設内で介護サービスが受けられるなど、介護設備が併設されている。衣装も銀色の外装で、他の胸とは異なる。4から25、26、27番地がこの、ヴィンテージベラ一つの胸で構成されている。団地全体の管理は、一般財団法人若葉台町づくりセンターが、行っている。百七十九年から分譲を開始したが、バブル経済の崩壊により、 神奈川県住宅供給公社の収益悪化から建設工事が中断され、分譲開始から30年経過した現在も未完成である。また、売れ残ったマンション2棟を大幅に価格を下げて販売したので、低価で購入した居住者が不当連売で公社を訴えた裁判も行われた。新規の建設が中断していることや、すでに初期の建物が建築後30年経ち、 購入者の子供が成人し家を出ていることなどから、若葉台団地の人口は減少に転じ、現在約1万4000人台となっている。全体的に高齢化が進んでおり、地域ケアプラザ、ヴィンテージビラ、近隣の赤枝病院、足立老人ホーム、また、合計10単位ある、老人クラブ、年少者と高齢者の触れ合い、孫行誘の会など、 高齢者のための施設の開設やコミュニケーションの機会の充実が近年目立ってきた。2003年4月24日に放送された NHK の番組難問解決。ご近所の底力では特集定年後の生きがい探しとして若葉台で約1ヶ月間の長期取材が行われた。団地のシンボルとして袋を元にしたキャラクターが使われている。これは 高層胸のエレベーター屋上ピット外部に掲示されており、同時にその数で長目を表している。ショッピングタウンのシンボルマークとして、中央バスターミナルに面した3から5棟屋上に、若葉の文字と緑のシンボルマークが掲げられている。また伊東洋華堂が入る3から7棟の屋上には、伊東洋華堂が属するセブンホールディングのマークが掲げられている。 最寄り駅まで3トル以上あるため、公共交通機関は路線バスである。横浜市営バス、東急バス、神奈川中央交通、相鉄バスの各社が以下の行き先へ運行している。横浜市営バスの民間移管により、2007年11月30日をもって116系統が、2008年2月12日には5系統と115系統が、 神奈川中央交通へ移管された。2007年3月のダイヤ改正により、65系統の中山駅業は廃止された。そのため乗り継ぎ制度が導入され、65系統が停車する停留所で乗り継ぎ券をもらい、10日、市場停留所、または10日、市場駅前停留所で乗り継ぐ場合に限り、23系統中山駅行きに無料で乗ることができる。 東急バスと横浜市交通局によって深夜バスが運行されている。321系統は65系統の急行版である。特筆すべきことは東海市場駅を通過することである。平日朝に4本運行されている。2013年からは経路が保育園前から地区公園に変更され、地区公園にも止まるようになった。345系統は 55系統の休校版である。旧若葉台日小学校へ移転してきた星佐学園の登下校対策として設定された。若葉台発は平日夕方に10日、市場駅業、青葉台駅業が1本ずつ設定されている。若葉台中央バスターミナル1番乗り場は、設立当初の置から数メートル前に移動した。長いこと仮停車場表示板が立ち、 乗客の少ない時間は屋根とベンチが無用の長物と化していたが、やがて常設ベンチ一つ分と待合用屋根が増設され、中央ターミナル共通の衣装である乗り場案内が前に移動した。しかしさらに停車位置が前に進み、現在は信号停止位置ギリギリに設置されている。再び仮停車場表示板が使われるようになり、屋根が届いていない。 東急電園都市線南町電グランベリーパーク駅はバス路線のある中で最も近い駅であるがそこを結ぶカンナ中バス南町田グランベリーパーク駅行きは休日の昼頃に各一本のみの運行となっているその理由は過去にはこの路線と東名高速横浜町田インターチェンジに併設されていた高速バスのバス停と連絡するバス停があったが 1999年に高速バス、停留所が廃止されたこと。同駅前には、グランベリーパークがあるものの、若葉台団地開発当時は駅前には、ほぼ何もなかった。国道16号と環状4号線の立体交差が、なかった頃には、ラッシュ時に渋滞が頻発していた。ことなどによる。また、町田市の田園都市線鈴掛台駅が、距離上の最寄り駅となるが、 バス路線はない。かつては神奈川中央交通山と営業所の担当で町田バスセンターまでの路線が運行されていた。この系統は東海市場駅、棚駅、鳴瀬街道を経由して町田バスセンターへ至るもので休日のみの運転であった。2013年1月4日より65系統の若葉台中央駅において保育園前、経由便の 若葉台南バス停名が消防出張所前に変更された。地区公園県郵便の現バス停名は変更されない。2015年4月1日より大抜北に公園バス停名が星佐中学高校前に変更された。来訪者用駐車場は2箇所あり、中央駐車場は朝8時30分から22時まで、立体駐車場は24時間営業である。 いずれも最初の2時間は無料であり、中央駐車場はそれ以降30分で200円。立体駐車場は30分2 0 0円である。団地中央にショッピングタウン若葉がある。定休日は火曜日。ショッピングタウン合同で朝市、夕一、農業日アパーティなどの企画が催される。ショッピングタウン中央には若葉の広場が、イ水地側にはジャブジャブ池と広場がある。 いずれの広場も色々なイベントに活用されている。ショッピングタウンの各店舗前の通路に沿って人工小川が流れており、伊東洋河道正面入り口前の遊水口には笛を、副少年の小さな銅像がある。この銅像はかつて盗難にあったが、作者の行為により、同型のものが再び寄贈された。盗難前の銅像は小川の流れる方向を向いていたが、再建後は、 若葉の広場から見て、横向きで遊水口を向いて座っている。人工川は、店舗区画集団で一橋地下へ流れた後、ジャブジャブ池へと導かれている。また、若葉台中央をバスターミナルより、ショッピングタウン銀行側へ降りると、大きな人工滝があり、下記には農業ベンチとしても使われている。滝の音は、周辺棟の高層街住民に対し、 バスターミナルの騒音を和らげる工夫にもなっている。ただし陶器には滝は稼働していない。バスターミナルとショッピングタウン郵便局側をつなぐエレベーターは福祉の街づくりの一環として2002年に設置された。コンビニエンスストアは団地設計時には設置を想定していなかったため団地内には長い間建設されなかった。一丁目のエリアのすぐ隣に 2011年7月に、セブンイレブン、横浜若葉台団地店が開店した。また、2013年8月に、商店街の旧魚屋と旧酒屋の跡地に、セブンイレブンイーイング、若葉台団地触れ合い広場店が開店した。自動販売機が置かれている場所は、1丁目のスーパー付近、1丁目の立体駐車場2箇所、3丁目のバス停、近辺、4丁を埋尽くし、 公園付近にある。このうち数台は震災時に無料で供給できる機能がついている。団地の外周に接する長津田町や上川井町には飲料の自動販売機が置かれている場所もある。過去にあった店営業主体が入れ替わった店団地内5カ所に医療機関がある。4から20は横浜朝日中央総合病院、その他は小規模の診療所が格闘内の1階に入居している。 西本クリニックは若葉台と隣接する緑区長津田町5293にも診療所があり、西本クリニック緑と呼ばれている。住所は緑区であり草海をまたぐものの4から32やハングリータイガーに隣接し、市営バスのバス停長津田南の目の前にある。また敷地に隣接する病院として赤枝病院がある。団地内には小学校以校。 中学校1校、幼稚園2園、保育園2園がある。ほとんどの部屋が分譲であるため居住者の入れ替えが少なく住居者の高齢化とともに子供の人数が減少している。従来小学校3校、中学校2校が存在したが、2007年度に小学校、中学校を統合し、新たに若葉大小学校及び若葉大中学校として開校した。 旧若葉台西小学校の敷地は2011年4月から星佐中学高等学校に対応されている。この他に保育園1カ所と幼稚園1カ所を建設する計画があったが、保育園に予定地には横浜市若葉台地域ケアプラザが建設された。幼稚園に予定地は現在も空き地のままとなっている。また、以下の施設、団体もある。 横浜市が管理している公園、管理組合が管理している公園などが多数配置されているのが特徴である。虹林の形態をとどめている公園も多い。日山公園、若葉大公園、大抜谷公園はそのほとんどの面積を林が占めており、山百合公園と海老根公園も林を生かした緑地公園となっている。このほか、隣接地域として、三保市民の森、片平、 川上河合町、小川アメニティがある。若葉大スポーツ文化村が中心となって、各種イベントが開かれている。2005年、若葉大スポーツ文化クラブが設立された。スポーツ施設設も参照若葉大花火大会。このほか、若葉大文化祭では、地域の小中学校による合唱や吹奏楽、住民による日本舞踊などの伝統邦楽が披露される。 これらの老人クラブは、朝日区老人クラブ連合会若葉台第一支部、第二支部に所属し、単位クラブと称される。高層団地で、電波障害が発生するので、団地内に CATV システムが用意されている。2013年から CATV の管理が、ITS コミュニケーションズに委託されている。これにより、従来受信できなかったデジタル地上波、衛星以外のチャンネルも、 追加契約をすることで受信できるようになった。団地の各等電気室まで NTT の光ファイバーが引かれ、B フレッツ団地タイプが提供されている。また、一部の管理組合では、KDDI の光ファイバーも引かれている。ただし、一部の旨では、光ファイバーを引くように設計がなされていなかったため、現在も ADSL 回線によって提供されている。ほぼ分譲時期ごとに、 自治会が結成され、10の自治会がある。各自治会ごとに、クリーンリ、餅つき大会などいろいろなイベントが催されている。分譲時期ごとに、管理組合が結成され、建物が管理されている。また、若葉台団地内の管理組合をまとめる組織として、若葉台住宅管理組合協議会が結成されている。4月に、若葉台くぬぎは2005年5月に脱退している。 平成18年1月30日神奈川県住宅供給公社から若葉台住宅管理組合協議会へ提出された回答書から作成。管理組合協議会に加盟していない管理組合の情報はなし。霧ヶ丘方面は小建て住宅地及び霧ヶ丘団地がある。上川井町には一部小建て住宅があるものの密集住宅地ではなく農地中心である。 国道16号沿いには産業処分場が点在する。片平川の源泉もあるが、処分場に隣接する私有林敷地内のため、一般人の立ち入りはできない。源泉のごく間近に警察犬の訓練場がある。源流の一部の足立法務近辺は一般に開放され、片平、川上河井町、小川雨日という散歩道になっている。長津田町は、 若葉大隣説部分に関してはほぼ農地を呼び生やし、長津田町を隔てて、すぐの瀬役卸本町は、横浜総合卸しセンターとなっている。徒歩県内の長津田町岡部屋とにも、長津田町、小川アメニティがある。ここと三保市民の森の谷道では、下記にホタルが見られ、ホタルの餌となる川に名も観察できる。長津田町、小川アメニティは、岩川の最上流部であり、 さらにその源流の一つは、若葉台の敷地脇に隣接する、長津田町の二十歳を流れている。三穂市民の森の中ではき出た水は、梅田川に注いでおり、若葉台とその周辺の丘陵地帯は、片平川、岩川、梅田川の分水嶺を成していると言える。このうち岩川と梅田川は、下流部で温田川に合流する。一方、上川今町商船アメニティは、 カタビラが最上流であるにもかかわらず、すでに生活排水と産業処分場排水の混入により、水質が極端に悪く、アメニティ水中の生き物といえば、アメニティ下流の池に行為がいるたはほとんど、ザリガニとイトミミズであり、ホタルの生息できる環境ではない。これに関連し、若葉大西小学校の人工地、天使の湖では、朝引くの圧線により、児童たちが、 平家ボタルを飼育してきたが、学校再編による閉校を受けて、今後の管理は近隣住民が受け継ぐことになった。隣接する道路やや離れている道路一部のバス停前やショッピングタウン入り口の道路では、横断歩道がなく、中には横断禁止の看板が立っているところもあるが、住民の横断が状態化している箇所がある。 2007年1月には、伊東洋稼働入り口と4から10の間の道路で、高齢者の女性が交通事故によって死亡しており、マナーの改善と横断歩道の再検討が望まれる。大野北に公園入り口と、ヴィンテージ前の各バス停2カ所に横断歩道を新設する要望が2004年に、旭警察署に申請され、神奈川県警の対応を経て約1年後に、横断歩道が新設された。 若葉台南のバス停は3カ所ある。若葉台中央方面行きのバスだけが停車する。このバス停のみ、神奈川中央交通の管理で異常が異なる。1日1本しか使われておらず、また市営バス55系統バス停の長津田南途中、数メートルしか離れていない。厳密に言えば、団地沿いの幹線道路に設置されている。2015年4月1日横岸。 谷公園から解消された2011年3月11日は、震度が自動販売機の基準に至らず、無料機能は動作しなかった。魚屋と乙部の2件分をまとめて2013年8月23日、開店。営業時間は7時から22時である。2014年4月22日オープン。2015年4月3日オープン。森の大保育園分園 2005年4月開園。北小学校敷地内に併設。2005年に一部の遊具が老朽化のため撤去された。大抜谷公園に隣接。美保排水地改修工事の際、猛暑のため緊急避難として、仮設の作業員休憩所が作られたが、すぐ脇に普段は使用されない大貫谷、公園完了の常設の詰め所がありと入れ、洗面所を備えていることから、 住民の要望により改修工事作業員休憩所はそちらへ移動した。ありがとうございます。